それでは計算基礎学1の第8回の授業を始めたいと思います。前回のまとめをまずやっておきます。前回は可換換の基本的な定義の復習をしまして、後半ではそのユークリッドの互助法、それから拡張ユークリッドの互助法のアルゴリズムを紹介しました。で、今回なんですけれども、前半は拡張ユークリッドの互助法の性質についてちょっと触れまして、でそれから後半では拡張ユークリッドの互助法の応用の一つとして、その方逆元の計算について紹介したいと思います。それではまず拡張ユークリッドの互助法の性質ということで、これはいくつかの性質があるんですが、今日はテキストですと53ページのセクション 4.3 のですねから紹介をしたいと思います。今回紹介するのは主にこの定理 4.25 という定理の内容です。で、ここでは F と G をその R の元としまして、で乗与付きの序算に対してこのラムダ、0以上のラムダに対してその、RI とか、それから QI とか、それから SI とか TI をそのユークリッドの互助法、あるいは拡張ユークリッドの互助法と同様に定めます。ですので、一応 RI と QI に関しては前回の授業でも挙げましたけれども、こういった定義になるわけですね。それから SI と TI に関しても、これは前回の授業で挙げましたようにこのような形の定義、定義をしまして、あと、アルゴリズム、EEA ですね、拡張ユークリッドの互助法のアルゴリズムの出力としてはこの D と S と T の組を出力します。それぞれこれは R の I-1 と S の I-1 と T の I-1 をからですね出力されます。で、今回の定理4-25のですね主張は次の通りです。まず行列 TI と QI というのをこの上にありますような形で定義します。ラージ TI はその拡張ユークリッド互助法で使われた SI、SI プラス1、TI、TI プラス1を並べた行列です。それから行列のラージ QI というのは011-QI というふうにこのユークリッド互助法の小の QI を用いて定義される行列です。で、この時、次のが成り立つということで、5個ですね、その性質が並べられております。まず A を見ますと、ちょっとこれスライドでは見づらいかもしれませんが、この F と G はこれは両ベクトルですね。それから STI と TI は列ベクトルですね。だから内積を取るような形になりますけれども、この内積を取ると RI に等しくなる。それから、F と G を並べた、これ行ベクトルですけれども、これを右から行列の TI をかけると RI と RI プラス1という行列、ベクトルが得られるというのが A ですね。それから、次の B は TI というのが、T0 かける Q1 から QI というこの行列の積に等しくなりますと。あるいはその T0 がなくて Q1 から QI の行列の積に等しくなりますというのが B です。で、C は任意の I に対して D イコール GCD の RI と RI プラス1という性質ですね。それから D、項目 D ですけれども、この行列 TI の行列式が、SI、TI プラス1、マイナス SI プラス1、TI なんですが、これがこのマイナス1の I 乗になるということから、SI と TI は互いに素であるという性質が導かれます。最後、5番目は、F がですね、その RI とか T の I プラス1、R の I プラス1、TI を使って表すことができると。で、G の方は、同様にですね、S の I と、それから R の I プラス1、S の I プラス1と RI を使って表すことができるというのが、この、5番目の性質です。で、今日はちょっとその以上のですね、性質について、ちょっと紹介していきたいと思います。で、ここからは証明をですね、どんどんやっていきます。
まず、A のこの式ですね、これは実は前回の拡張ユークリッドの互助法の定理の1番目の性質そのものですので、まあ、それに基づいて証明ができるということで、詳しくはちょっと述べません。で次にその B の行列の等式ですね、証明をちょっと紹介します。と、TI という行列、ここにありますけれども、この TI の性質なんですけれども、まず i、これ、機能法を使って証明します。まず i が0の時なんですが、i が0の時は、まあ、そうですね、まあ、これ、定義から明らかですね。で、次に、その、まあ、0から i まで成り立つと仮定します。すなわち、ここにありますように、ti が q1 から qi までの積に等しいということを仮定します。で、この時に、この ti と qi プラス1のこう積を計算してみるわけです。これはまず、ti がですね、こういう形でしたので、それに qi プラス1をこう定義通りこうかけてみるわけですね。そうしますと、まあ、このような形で計算が進んで、でこの真ん中の行のこの2列第2列ですね、si マイナス qi プラス 1si プラス1とか、それから ti マイナス qi プラス 1ti プラス1っていうのは、これは siti の定義からですね、ここの式っていうのは結局その si プラス2とか ti プラス2にこうなるわけです。でそうすると、これ実は ti プラス1の定義に等しくなりますので、まあ、これで機能法の証明ができるということになります。次に、項目 C ですね。でこれは任意の i に対して ri と ri プラス1の GCD が F と G の GCD に等しいですよっていうことで、これはまあ、ユークリッドの互助法では基本的な証明ですので、まあ、前回の授業でも触れました通りですので、各自で確認しておいてください。次の D ですね。TI の行列式がマイナス1に等しくなりますと。したがって SI と TI は互いにそうですという性質なんですけれども、これも実際にですね、こう計算していくことで示すことができます。まず、T0 の行列式。これが1に等しくなるというのは、これ実際にこの、i が0の時のこの s0、t0、それから s1、t1 を代入すれば明らかなわけですね。それから、qi に関しては、この通りですね。これ、任意の i に対してこの qi というのは、もう行列式のそのものを計算すれば、まあ、マイナス1に等しいということは分かるかと思います。ということで、あと B、先ほど証明したですね、性質の B から、TI というのが Q1 から QI の積に等しいことが分かっています。ということで、これをですね、行列式について言うと、この TI の行列式という、行列の行列式っていうのは、その元の行列が別の行列の積だったときには、それぞれの行列式の積で表すことができますので、ti の行列式は、q1 から qi の積の行列式なんですけども、その値というのは、q1 から qi のおのおのの行列式の積にもなりますので、マイナス1の i 乗になるということがわかるかと思います。で最後なんですけれども、この F の性質はですね、これ A の性質からですね、この TFG を並べたベクトルに TI をかけると RI と RI プラス1というベクトルになるということなんですが、これ実はこの F と G に関する連立一次方程式になっていることがわかるかと思います。で連立一次方程式の解法というのは線形代数でいくつか習ったかと思いますけれども、まあ、例えば、
この形式ですと、なんとなくこう行列式に類似したような式が現れておりますので、例えばそのクラメルの公式などを用いて解くと、この形で解が求まるかと思いますので、これもちょっと皆さん各自でやってもらえればというふうに思います。はい、以上が今日ですね、紹介した拡張ユークリッド互助法に関する性質でした。ここまで質問などはありますでしょうか。じゃあ、次に進みたいと思います。